おはようございます、ひげみです。いや、今日は結構仕事の方が長引いてしまって、夜遅くまでオフィスにいたので、今戻ってきたのが夜かなり遅くなので、ちょっと今日はですね、ラジオ感覚で聞いていただける内容で TFR というのを話してみたいと思います。さあ、ということで TFR っていう話題を今回取り上げてみようかなと思うんですが、タイトルにもある通り、この1週間もっぱら話題を総なめにしていたアメリカ大統領選挙っていうのがありましたけれども、それに対して個人的な思い出の部分でもあるんですけれども、4年前、当時トランプ大統領が初めてこう就任したっていうタイミングにですね、当時アメリカのフロリダの方にいたので、この TFR っていうのにですね、非常に多く出会う機会があったんですけれども、というのもこの TFR っていうのは、まあ、そもそも何かというところからお話ししていくと、テンポラリーフライトリストリクションということで、一時的にその空域の飛行を制限されると、そういった通達ですねのことを TFR というふうに言います。今スカイベクターの画面出していますけれども、この赤く区切られたエリアであったりとか、オレンジ色のエリア、これがそれぞれ TFR と呼ばれるものですね。それぞれ TFR にはいろいろな状況でその空域を飛ばないでくださいというのが指定されるんですけれども、主には天災とか火災、災害とか、そういった内容がおよそ半分ぐらいですかねのエリアに出ているようなイメージです。例えば今西海岸ですね、山火事が非常に話題になっていますけれども、西海岸のエリアではフライトハザードということで、消火活動に影響を及ぼすことになるので、地上から何千フィートまで、例えば今ポイントアウトしているところだと地上から9000フィートまで飛行を取りやめてくださいと、禁止しますということを言われているという内容ですね。それからもう一つ、今東海岸の方にね目を移すと出ていますけれども、ワシントンの上ですね、ちょうどワシントンのところにも同じようにフライトリストリクションがかかっていて、この空域がブロックされているということになっています。実際にこの TFR どういった場面で出てくるかというところで、先ほど冒頭にお話しした大統領選の話とつながってくるんですけれども、4年前ですね、初めてトランプ氏が大統領選に勝って就任した時ですね、その前の大統領選の期間で遊説でね、トランプジェットと呼ばれるボーイング757のプライベート仕様ですね、黒に金色のね文字でトランプって入っている非常にこう主張の強いジェット機でしたけれども、そちらがですね、ちょうどフロリダで訓練を受けていた空港、セントオーガスティンという空港で、この YouTube チャンネルの中でも何度も登場している空港ですけれども、 KSGJ という空港にそのトランプジェットで現れてですね、遊説のために来たという時にも TFR してかかっていましたし、大統領選の後ですね、またフロリダに来るってなった時にはさらに広いエリアで TFR が発砲されて、もう本当に身動きが取れない一日を過ごすというようなこともしたりですね、非常にこの TFR 悪いことばかりではなく、非常に覚えるという意味ではですね、ありがたいタイミングだったんですけれども、いろいろな場面で発出されるというものになっています。ちなみにフロリダ半島のあたりで面白い TFR でですね、 NASA のスペースセンターですね、そちらのエリアでかかっている TFR というのもあったりします。それからもう一つ、この小さい丸ですね、こちらはですね、多分好きな方も多いのではないでしょうかということでですね、拡大していくとこちらディズニーワールドということでですね、夢の国の上は飛行機が通過することができないということで、こういった形でリストリクションがかかっている場合もあります。ディズニーワールドに関して言えば、人が多く密集するところということで、ここの場合は地上から3000フィートまで禁止ということで、なおかつ近くにタンパのクラスブラボーエアスペースがあるので、ほぼ通過することは不可能に近いんですけれども、そういった形で制限がかかっているということですね。あえて言うならば、夢の国の世界観を壊さないようにとか、そういった配慮ではないというところはあると思いますけれども、こういった形でディズニーにも TFR は出続けているということになっています。ちなみにこの TFR ですけれども、日本ではねなかなか馴染みがないかなというところで、それもそのはずで、この TFR っていう考え方、それから制限をかけるエリアの
部分っていうのはですね、アメリカ FAA のルールで定められているものということで、もちろんアメリカで飛ばれる方、それからアメリカの上空を飛ぶ方っていうところでは覚えておかなければいけないポイントの一つなんですけれども、そういった TFR と呼ばれるですね、一時的に排出される禁止区域があるということも覚えておいていただければいいかなというふうに思います。ちなみに日本の場合はどういうふうになってるんだというとですね、同じくこういうふうに R からの始まる表記でリストリクトということで、危険区域として立ち入りを制限されている自衛隊の演習地であったりとか、実弾の訓練を行っているとか、まあ、近寄ると危ないと言われるところですね、そういったところにリストリクションがかかっているということになります。ちなみにもう少し詳しいところまでお話ししておくと、日本の場合制限区域という形で指定されているのは唯一一箇所だけで、場所としてはですね、青森の日本海側のところですね、そちらにですね、唯一入ってはいけない制限区域という形で指定されているところがあります。これがなぜ指定されているかというところはぜひ皆さん考えていただきたいなと思うんですけれども、いつの日かもしかすると動画で答えを言うかもしれないという感じで、ぜひいろいろと頭を巡らせていただいてもいいのかなというふうに思っています。でちなみに先ほどからお話ししている自衛隊の演習であったりとか、そういったエリア、これもリストリクテッドエリアというところの一つなんですけれども、分類としては危険区域ということで、危ないから入らないでくださいということですね。なので裏を返すと、もしそういった演習とかがやっていなければ飛行許可を取ることもできるということになっています。さあ、ということでかなり足早にではありますけれども、 TFR、 そして日本で似たところですね、制限区域、そして危険区域というところで少し幅を広げてですね、話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。特にですね、アメリカの場合、この TFR との兼ね合いでですね、飛行できる、できないというところは非常に重要なポイントになってきます。例えば大きなイベント一つでも、こういった TFR が敷かれる場合があったりとかですね、なかなかこう、馴染みのない地で飛ぶということは、そういった部分での理解も必要というところで、一つ知識として持っていただければいいかなという感じですね。もちろんフライトシミュレーターだけで飛ばれている方からすると、もう全世界、どんな地形であれ、どこの上空であれ、好きに飛べるということでですね、リアルでは味わえないというか、リアルでは見ることのできない景色もたくさん見ることができると思いますので、そういった部分の楽しさっていうところも見ていただければ、一層楽しんでいけるのかなと思いますので、また明日からはですね、このチャンネルの中でもシミュレーターをうまく使って、また解説の方をやっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。